9時20分ぐらいに夜のさ起こされてさ、誰に起こされたか知ってる？知らないでしょ皆さん。大谷翔平と大谷翔平の女房と女房のお母さんとお父さん、夢に出てきてさ、小山さんに会いたいですみたいな感じのさ、結構長い夢だったので、付き合ってあげてさ、最後大谷翔平がさ靴持ってきたと思ったら俺が靴履かないで出ちゃったので、電車に乗ったんですよ、大谷翔平の女房とさ。さ、靴持ってきたと思ったらさ、結構このぐらいのさ、あのこのぐらいね、このぐらいの大きさのさ、あの靴のさを、靴のキーホルダー4個ぐらい持ってきてさ、手にさ4本と、もうそれじゃ履けねえだろみたいなさ。でも夢だからそこを流してさ、履いたことにしてあげてさ、自分の靴をね。そういう夢だったんだけど、俺もう夢は見ないねって言ってんだろって言ってさ、テレパシーで話したんだけど、それ一回起きてチャーハンとスープ飲んで作ってさ、でもう一回寝た。で起きたら5時だった。